こんばんは。今日もね、これからFX ね、晃之助式ライブ事項ね、開始いたします。まあ今日はね、別に言うこともないんですけど、普通にニュートンの原則でね、全ての通貨が落下してくるっていう、至って当たり前のことで、もう6月19日からね、各自みんなにユーロ円をね、4000枚売り入れてぶっこんで、しかとしといて我慢しときゃ金になりますよっていう、本当にね、すさまじいいい予想を皆さんに伝えて、でやるかやらないかは皆さんの自由なんですけども、私のね予想もフルに当たってましてね、21時にね30分からトレードするしないは別として、もう今はね、結局スキャルなんてやったら何の足しにもなんないんで、売りぶっこんでしかとこいて、ちょっと19日からなんでね、もう間もなく20日とか結構な日数は経ちますけども、楽しくいろいろな時間にね、体も使えて、でなおかつ金も儲かって本当にね、最高ですよね。幼稚園さん、最近久しぶりじゃないですかね。あ、それからなんか変な画像入れてきたから久しぶりに見えちゃったんですかね。前から言うように、今138割れたら一応私も一度はね、一旦はリグイ、全リグイしようかなとは思ってますけども、だからっつってね、ピュン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 下がるっていう展開じゃなく、こう毎日じんわりじんわり、なんかじんわりじんわり、なんかやっぱりはめるのにね、一番はめやすいという、前回逆でね、じんわりじんわり固まりながら少しずつ上がっていくユーロ円、売り方も結構ね、やられちゃう方もいたり、買い方もじりじりしちゃったりで、今回もね、売り方がじりじりしながら、買い方もじりじり、なかなか損切りもできずに、結局ね、やられていくと。本当にね、今の相場展開っていうのは本当難しく、パッコンパッコンね、はめることだけを専念してファンド勢が展開をね、仕掛けてくるという、ドル円なんかもそうなんですけどね、やっぱりガンガンね、急落してくれたり急騰してくれると、売り方も買い方も覚悟決めれて、土天とかね、なんか石垣の方はね、なんか一応大丈夫みたいですよね。今日はあたりはね、渡辺の方は休みになってると思いますけど、進路もね、宮古島とか今沖縄本島系をね、直撃系で、最近なんか石垣はね、こうちょっと軽く逸れてくれるんで、ここのところ石垣でなんかね、家が壊れちゃったりとか、なんか私の家が妨害されたとかっていうのはあんまりないんで、心配ありがとうございますね、熊さんね、本当に。で、さっきのね、話の続きに戻るんですけど、やっぱりね、もうここほんと1ヶ月2ヶ月間、もうじり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 、売りも下げもじりじりなんで、正直なところ買い方も損切りはなかなかできないし、売り方だって損切りもできないし、思い切ってね、土天なんていうのも、今熊さんなんかも王子しぶといっていう、本当に王子なんかもね、じり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 ですから、ボンボンボンって上がってくれればね、なんかこう損切っちゃったりとか、買いでとかっていう展開もね、考えは入れられるんですけど、なぜじり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 いっちゃうんで、上も下も、結局放置我慢しとけば、本当はありえないんですけど、買い方まで助かっちゃう展開で、唯一ね、買い方が助かんないのはユーロ円だけですよね、この1ヶ月ぐらい。本当にね、もう140円なんていうのはもう全然つけませんし、本当に139円どこがちょっと頭いっぱいぐらいで、下もね、正直言って138円は割れてないですけども、このユーロドルなんかも同じことで、上もね、そんなには出ないけど、下も出ないよって